今日は僕のスライダーについて解説したいと思います。スライダーのイメージは曲げたい気持ち強すぎて、体が開きすぎないようにっていうイメージを持って、なるべく体の近くから、腕を通して、投げる的はだいたいバッターのあばらぐらいを目がけて思いっきり腕を振って投げる感じですかね。この球はストライクからボールを意識して投げました。ストライク取りに行くときは握りは一緒なんですけど、手の抜き方っていうかを少し変えたりして、投げてます。曲がると逆の方に指を離すとか言う人もいますけど、僕はそのままひねるように投げてますね。日によって曲がり幅とか、違う時があるので、そこをしっかりと、早い段階で修正できるようにっていうのは試合では心がけてやってます。